2試合目の登板ということになっています。外はバット回りました。空振り三振です。先頭バッターフランコ三振でワンアウトです。まず先頭バッター東條が三振を取りました。そしてマリンズの方は谷内で始まりました今日のゲームです。今日は吉井監督のリレーが西村もそしてペルドモも増田も使わずにここまで来ました。見逃し三振です。外から入れてきました。でもこんだけストライクガンガン入れてね、攻めていってますからね。ツーアウトランナーありません。住谷のところで代打辰巳です。まあ、今日ベンチからのスタートになっています。辰巳がここで代打で起用されました。打った当たりはファーストが抑えて自らキャンバスに入ってスリーアウトになりました。最後は東條大輝が締めた。マリンズ5対3、まあ、イーグルスカード頭取れず。そして